お世話になっております、マサルです。今回から第3章に突入します。マサルの勉強部屋 CCNA 編では黒本を意識して動画を作っています。黒本の問題集と並行して学習していただくとより理解しやすいと思うので、まだ黒本を持っていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ手に入れてください。あと黒本が難しいと感じる人は1週間で CCNA の基礎が学べる本、こちらをおすすめしております。こちらの本も概要欄にリンクを貼っておりますので見てみてください。それでは今回から第3章、シスコデバイスの導入、一緒に勉強していきましょう。今回は3章1回目ということで、シスコルーターの超基本的なところを一緒に勉強していきたいと思います。まずこちらの写真をご覧ください。これは私がメルカリで買ったルーターです。ルーターに初期設定をする場合に知っておきたい超基本的な知識について一緒に学習していきます。まずはルーターに設定をするためには、ルーターとパソコンをケーブルで接続する必要があります。初期設定をするときにはコンソールポートに接続をします。コンソールポートというのはこちらのポートですね。コンソールと書いているので分かりやすいです。コンソールポートに接続するのでコンソール接続なんていうこともあります。コンソールポートの接続口の形状は RJ45 というタイプの接続口です。 RJ45 というタイプの接続口は LAN ケーブルと同じです。なのでコンソールポートに形状的には LAN ケーブルを接続することができるのですが、コンソールポートに LAN ケーブルを接続しても設定をすることはできません。コンソールポートにはロールオーバーケーブルという特殊なケーブルを使います。ロールオーバーケーブルというのはこのようなケーブルです。平べったい形状をしているので、ネットワークエンジニア業界ではきしめんという人もいます。ロールオーバーケーブルの片方は RJ45 の形状なのでコンソールポートに接続することができます。もう一方は D-Sub 9ピンコネクタという種類のコネクタになっています。昔はこのコネクタを接続できる PC もあったらしいのですが、現在では D-Sub 9ピンコネクタを接続できるパソコンは少ないので、このような変換コネクタを使って USB に変換して接続することが多いです。もしくは変換コネクタなしで最初から USB に変換されているものもあります。個人的には変換なしのケーブルを使うと、変換ケーブルなしでパソコンと対象機器を接続することができるので、こちらを使うことが多いです。このケーブルを使ってルーターと PC を接続することができます。ただ接続しただけではルーターに設定をすることはできません。ルーターに設定をするためにターミナルソフトというものを使います。ターミナルソフトとはネットワークを通じて他のコンピューターに接続し、コマンドライン方式で遠隔操作をするためのソフトウェアです。ターミナルソフトでよく使われるのはテラタームというソフトです。ネットワークエンジニアなら必ずこのテラタームというソフトを使うことになると思います。無料で使うことができるので、もし使ったことがない方は少し触ってみると面白いと思います。コマンドライン方式という言葉が出てきましたが、コマンドラインというのはこのような画面にテキストを打ち込んでコンピューターに命令を出す方法です。いかにもエンジニアみたいな感じで少しテンション上がりますよね。ここまで説明した構成を図にまとめるとこのような感じになります。ルーターに対して初期設定を行うときには、 PC とルーターはロールオーバーケーブルで接続します。ロールオーバーケーブルで接続するときのポートはコンソールポートです。ターミナルソフトを使ってコマンドライン方式でコンピュータに命令を送ります。実際に接続するとどのような画面が出てくるのか、パケットトレーサーで見ることができるので、パケットトレーサーを使って見てみましょう。今回も手順に従って流れを見ていきます。まずはケーブルからコンソールを選択してください。 PC0 とルーター0を接続します。 PC0 では RS232 を選択して、ルーター0ではコンソールのポートを選択します。先ほど説明したように PC とルーターがロールオーバーケーブルによって接続できている状態です。 PC0 のターミナルソフトを起動してみたいと思います。 PC0 をクリックしてデスクトップタブからターミナルを選択します。ここは初期設定で構わないので OK ボタンを押してください。するとこのようにターミナルソフトを経由して画面が表示されています。 Enter を押してみてルーターという文字が出ることを確認してください。ルーターの末尾に逆くの字のようなマークがついています。この記号を見ることで今自分がどのようなモードになっているのかを確認することができます。今のモードがユーザーエグゼクモード。ルーターにはいくつかのモードがあって、モードによって実行できるコマンドが異なります。せっかくの機会なので今回はモードまで一緒に見てみたいと思います。今はユーザーモードになっています。
ユーザーモードは機器の基本的なステータスを確認できるんですが、確認できる項目に制限があります。見たい情報が見れないことがあるので、基本的にはユーザーモードは使わずに特権モードを使うことが多いです。ユーザーモードから特権モードにモードを変更してみましょう。変更するには手順後に書いているようにイネーブルと入力してエンターを押してください。イネーブルと入力できたらエンターを押します。すると逆くの字のマークからシャープに変わりました。このシャープのマークは今特権モードであることを表しています。特権モードでは機器のステータスや設定の状態を確認することができます。ユーザーモードでは制限があったのですが、特権モードではそのような制限がなくなり、確認したい設定値などを制限なしに見ることができます。先ほどの話と重複になりますが、機器の管理者はユーザーモードではステータスの確認に制限があるので、基本的には特権モードを使ってステータスの確認や設定の確認を行っています。設定の確認ができたら実際に設定を行うフェーズに移るのですが、設定をするときには特権モードでは設定をすることができません。設定をするときにはグローバルコンフィギュレーションモードに移行します。ではグローバルコンフィギュレーションモードに移行します。グローバルコンフィギュレーションモードに移行するときには手順の6コンフィギュアターミナルと入力します。コンフィギュアターミナルと入力できたらエンターボタンを押して、ルーターの後ろの文字がコンフィグシャープに変わっていることを確認してください。コンフィグシャープに変わっていれば今グローバルコンフィギュレーションモードに移行しています。このモードでは機器全体に対する設定を行うことができます。例えばホストネーム、ルーターの名前を設定したい場合にはグローバルコンフィギュレーションモードを使って設定を行います。機器全体に対する設定はグローバルコンフィギュレーションモードを使うのですが、インターフェースごとに個別の設定を行いたい場合にはインターフェースコンフィギュレーションモードに移行します。ではインターフェースコンフィギュレーションモードに移行しましょう。インターフェースコンフィギュレーションモードは手順7を見てください。インターフェースファーストイーサネット0スラ1と入力してください。入力できたらエンターを押して、ルーターの後ろの文字がコンフィグ -if シャープとなっていることを確認してください。このような表示がされていれば今インターフェースコンフィギュレーションモードにいることを表しています。このモードでは各インターフェースに対する設定を行うことができます。例えば対象のインターフェースに対して IP アドレスの設定などを行うことができます。今回紹介したモード以外にもルーティングコンフィギュレーションモードやラインコンフィギュレーションモードというものがありますが、これらのモードに関してはまた別の動画で詳しくお話しします。最後に手順8エンドと入力して特権モードになっていることを確認して終わりたいと思います。エンドと入力してエンターを押して、今までルーターコンフィグ IF だったものがルーターシャープ特権モードになっていることを確認してください。ずっとコンフィギュレーションモードと言われる設定を変更できるモードに入っていると、誤操作によって設定を変更してしまう可能性があるので、必要な設定変更が終わったらエンドと入力して特権モードに変えることをお勧めします。それでは今回はルーターの超基本的な知識について一緒に勉強しました。今回の学習内容を一緒にまとめておきましょう。まずは初期設定をするときに PC とルーターはどのように接続するかというところからお話をしました。 PC とルーターは初期設定をするときにはロールオーバーケーブルを使って接続します。ルーターに接続するポートはコンソールポートです。接続しただけでは設定をすることができないので、管理者はターミナルソフトというものを使って CLI 方式で指示を送ります。さらにパケットトレーサーを使ってモードの説明も行いました。プロンプトは逆くの字、一定の制限はあるんですが、基本的なステータスが確認できるモードが何だったかというと、ユーザーエグゼクモードです。ただユーザーモードだと制限があって見たい情報が見れないことが多いので、基本的に管理者は特権モードで機器のステータスや設定を確認します。自分が特権モードにいるかどうかは、プロンプトがシャープになっているかどうかで確認することができます。機器のステータスや設定を確認して設定変更したい場合は、グローバルコンフィギュレーションモードに移行します。グローバルコンフィギュレーションモードでは機器全体に対する設定を行うことができます。機器全体ではなくインターフェースに対して設定を行いたい場合にはインターフェースコンフィギュレーションモードを使います。このモードではインターフェースに対する設定を行うことができて、プロンプトはどのような表記になるかというと、コンフィグ -if インターフェースを表す if と表記されるようになります。作業するときにはこのようなモードの特性をしっかり理解して設定をしたり設定を確認したりする必要があるので、このようなモードもしっかり覚えておきましょう。それでは今回はルーターの超基本的な知識としていろいろ一緒に勉強しました。もし今回の動画がお役に立てば高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。